今回はバハミが復刻するのかしないのかの動画になります。何年も言われていますが、今年は来るのかが分かりませんが、来てもいい理由というのも、考えてきましたので、都市伝説を聞いてるなりに楽しんでいただけたら幸いです。ってことで、今まで復刻がないまま何年も過ごしているバハミなんですが、有名な話で海外には登場しているんですよね。ではなんで海外には登場していて日本版に復刻しないのか。まず海外は三が日というものが存在しません。ここが一番の理由だと思います。なので海外は普段のピックアップガチャなどが豪華なわけですね。それとこれは僕も目にしたことがないんですが、もともと海外はツムツムそんな人気じゃないと。人気だったらこんなに豪華なツムゾロゾロ出すと破産しちゃいますよねと。しかし日本は大人気です。だからこそ復刻をしないってことだと思います。だしツムツムの今年は盛り上がりがすごいですよね。でも肝心な強いツムは結局スキルマっていうのはぶっちゃけ変わってないんですよね。そして低スキルで強いツムっていうのも、PS が問われたりとかなので、強いボーダーって最近変わってそうに見えて、あんまり根本自体が変わってないんですよね。でもバハミってスキルマ言うほど強くはないんですよね。常駐のスキルマとあんまし変わらないです。でもスキルチケット2個で最前線に行けてしまうというのがおかしいところ。ここが変わらないとどう頑張っても出せないということもあるし、今やってるピックアップも初心者救済って言ってあるし、バハミ今年も見送られるんじゃないかなと思ってしまう反面、残してもしょうがなくねっていう考えもちょっとあるんですよね。バハミを出せば少なからず売り上げは向上すると思いますけど、その後ですよね。初心者の人が課金しなくなるってことなんですけど、そもそもこのゲームに課金する一番の理由って、強いツムが新しく出てほしいってなんとなく課金だと個人的には思ってます。コイン稼ぎを楽にしたいって理由で課金してる人がほとんどなんだったら、こんなにも長く、そもそもツムツムってサービス続いてないんじゃないかなと。最近のツムツムは新ツムが強いのもありますけど、セレクトボックスとかピックアップもしっかり需要があるツムがたくさんいたりするので、実はバハミって希望あるんじゃないかなと考えています。ってことで、個人的な考えは今までは出せないわけではなく、最後の切り札として残している、サービスを続けるために切り札としてずっと温めている、個人的には思います。なので正直運営の気分次第かなと思っています。多分会社内でも出す派と出さない派で分かれてるっていうのが一番だと思います。バハミを無理に出してサービス終了しちゃったら本末転倒なので、ここは何とも言えないですね。ということで、皆さんの意見もぜひ聞かせてください。それでは。